トラバンチャンネル。ここに限定がついてて、それがどっちに出るかって話ですよね。まあそうですね。はい。じゃじゃん。おお。いやいや面白い。はい。ということで。じゃん。おお。ですね、金宝石ブランド高価買取専門店の招き屋阿部の伝さんに来ております。招き屋今回はこちらで阪神 OB のゲストにお宝を持ってきてもらっていくらになるのか査定してもらおうという企画でございます。ということで、はあ、呼んじゃおうかな。呼んじゃっていいですか。ブランド品をいっぱい持ってそうな関本健太郎さん。はい、こんにちは。せい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 、久しぶりやん。ちょっと痩せた。ちゃんと痩せたんで、ダイエットしてんのよ。でも関さんブランド品いっぱい持ってない。持ってへんねん、持ってへんねん、ほんまに持ってへん。でも関さんなんかあんまジャラジャラしてるイメージないやろ。だから俺持ってへんから今日。誰かゲスト連れてきてん。誰、呼んでいい。いいですよ、おいで。よろしくお願いします。ちょっと嫁さん連れてきて。ちょっと愛人連れてくるの。嫁嫁さん、お願いします。よろしくお願いします。奥様はブランド品いっぱい持ってくるんですか。いっぱい持ってないので、うん、母とあのお友達に預かってきたものを今日見てもらおうと思って。なんかね、うん、もう華やかだから、うん、ありがとう、ね、いっぱい華やかなの唇こっちか、こっちかこっちのね、うん、ということで、うん、早速じゃあいろんなものを撮影してもらいましょう。そうやな。では、はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。誰かいるぜ、誰かいるぜ。あ、すいません、はい、どなたでしょうか。マネキアの代表しております水野正幸と申します。絶対嘘でしょ。キサシンジですか。キサシンジでよく飲んでる社長さん。いるね、いるね、いがちやね。やめてください。このジャケットの感じは昔ホストで言わせてた方ですか。いや、とんでもないです。怪しい方ではないですか。怪しい方ではありません、ちゃんとしてます。はい、ということで社長今日よろしくお願いします。はい、頑張ります。よろしくお願いします。高く買い取ってください。任せてください。いや、いっぱい出てきましたけど、奥様のこれ持ってきてくれたものですよね。はい、そうです。うわ、社長、どれからいきましょうか。なんか全部高そうだけど、はい、まあ、この辺か。お、フェンディが、パールフライからいく。パールフライから、FF からFF ですよ。これ、どれぐらいで買い取ってもらいたい。でももうだいぶ古いからな。これもともと自分のものですか。そう、昔に買ってて置いてたもので、そう、綺麗に置いてるね。まあ、これはいわゆる状態的には A ランクですね。おーい、来たんちゃう、来たんちゃうこれ、はい、よっしゃ。金額を出してください。お願いします。じゃじゃん、3万円。おめでとうございます。おめでとうございます。どうでしょう、査定金額をお願いします。私の査定金額は じゃじゃん。すごい、すごい、すごい。ちなみに奥様これ当時どんぐらいかかって覚えてますか。当時は10万も絶対してないかな。これ今あの復刻でこのズッカっていうこのフェンディのこの柄がまた流行ってきてるんですよ。あとこのサイズがこのちっちゃいサイズないんですよ。あの数多いのはこれぐらいの20センチぐらいとか、サイズも珍しいっていうことで、はい、バイヤー的には欲しい。うわ、すごい。なるほど。これは海外で買ったかな、はい、このタッセルがついてるのは限定品って言われて、はい、デザイナーさんのサインまで入って、サインが入ってるものって買い取ってもらえるんですか。デザイナーサインの査定はなかなか難しいですけどね。頑張りますよ。僕のサインも入れましょうか。じゃあ、はい、僕も入れますよ。いらない。言ってやろう。お願いします。じゃん、55万円になります。うん、奥
さんは50って書いたんやけど、はい、このハケ5万ぐらいすんちゃうかな思って。おっと。はい、これあのプレート言い方ね。何だっけ。ハケって。掃除用道具じゃないですか。私の査定額は。ドゥルル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 ルあったらね。あーすごい。そうなんや、はい、これ今測って、はい、この AU っていうのは金なんですよ、はい、でこれが 75.34% 含んでますっていうのがこれ出てると。でこの AG っていうのはこれ銀ですね。なる、銀も入ってる、銀も入ってると。で銅も入ってると。金銀銅で ZL がマンガンなんで、まあまあちょっと入ってますね。これで全部わかります。すごい、はい、すごい。うちのマネキンは全店にありますね。しかも早い。そう、お客さん待たない。そうです。せーのーせドン。うわーい、なんかー舐めてるで。失礼やん。よくないと思う。失礼やで。じゃん。おー、惜しい。すごい。ほらやっぱだからさっきの変宅ぐらい。奥様が持ってきたやつは全部終わりました、ね。終わりです。ってことで、はい、関さんは。いやだから俺も見ての通り何もないのよ。あっ、やらしいね。え、ずっと隠してたの。いや、かっこ隠れてた。これもパッと隠れてた。ちょっと熱いなと思ってさ。これさ、パッと見せて分かったですよ。何がこれ、大きいやんから。ピケでしょ。ピケって言うんかな。大島ピケでしょ、これ、うん。買った時600万ぐらい。出たよ、出たよ。だからブランド品持ってないのに、オープニングで嘘つくのやめろ。いやだから俺、カバンとかそんなの持ってへんのよ。ちょっとあの高額なんで、あのちょっとお時間すみません。はい、少しください。関さん、来たね。お高いんじゃないですか。あのもう結構経ってるから、あの時は。関さん、はい、希望金額お願いします。はい、ピケの値段はこちらです。で、850万。いや、あるんじゃない？あるんじゃない？今時計の市場はでかいですからね。いや、ちょっと正直、ちょっと自分のイメージよりちょっと乗せてる、うんうん、これが言ってくれんかな。査定金額お願いします。いきますよ、私の査定金額はじゃじゃん。おお、プラマイゼロか。定価ぐらいで。あ、そうですか。3年前ぐらいに買ったやつで ね、うん、確かに値崩れはしてないんだ。まあ、正直この同じモデルがあまりこう中古市場に出てきてないので、うん、正直分からない。分かりにくい。あ、もしくはあと買い取りじゃなくて不動産と一緒であの委託って言って、うちの会社でお預かりして海外のオークション出すとかというやり方もあるので、そしたらもしかしたらこれぐらいのバイヤーっていうかね、あの入札の人が見つかるかもしれないです。すごい面白い、はい、その流れで一ついいですか、うん、何僕の見て。おこれロレックスやん。そう、デイトナ。これたまたま変えたんですよ。これも高いで。これも高いですね。ちょっといいですか。いいすね。汗かいちゃってるけど。ちなみに僕これ定価で買ってるんですよ。120万で。これいいな、かっこいいな。これ今田さんいつ買ったんですか。え、だから出た時2016年とか。2016年。僕今まで120万で買いました。はい、で最低はこんぐらいかなと思ってたんですよ。250万ぐらい、うん、で希望750万だ。おお、それは行き過ぎじゃねえか。やりすぎた。これはやりすぎた。やりすぎた。では私の査定金額は、はい、
いきます。はい、ドン。おお、ここ間マネキンアピールしときました。すごい、あ、マネキンだからこの金額でございます。そうです。でもすごい、120万がこれですよ。今日一の予想よりも上来た。売ります。まあ買いたくてもロレックス行っても買えないですから。なので、まあ、買いたい人もすぐ買いたいっていう人は、まあこれぐらい出さない、これ以上出さないと。へえ、海外には買っていく人も。関さん、そんな時計を買った自分を褒めてあげる。褒めたいね。すごっ、センスマン。俺の家の中で一番高いもの持ってきたよ。高いって。これさ、査定泣かせですよ。いやいや、査定泣かせもあるね。バット、何のバット、これ古いこのバット。いや、これ2003年の日本シリーズで俺ホームラン打ったよ、第7戦に。で、そのホームランがきっかけで、まあ要はターニングポイントやんか、うん、初めてあの人生で、まあ短く持って、うん、行った打席でホームラン打ったわけよ。そこを見に行ってました。ここ持ってた、その時は。ちょっと待ってください、うん、関さん現役の時多分ここら辺と思ってる。まあ、ね、グリップはここまでやってた。やってた。あー、そうですか。やってた。ここですよ、素振りはね。ここ試合は違うから、その初めて短くバット持ってホームラン打って、まあ、あの一軍定着してっていう、その記念のバット。そうだ、これ面白いのが浜中さんのバットなんですよ。そうなんですよ、初めて。だからここですね、人のバットで打ったんですよ。本当だ、これ自分で書いたんですけど、2003年10月27日、日本シリーズ第7戦、本当だ本当だ、ホームラン、大栄和田って書いたんですけど、和田さんね、和田さんから打ったんですよ。そうなんですよ。そんなも買い取りされてるんですか。いや、今までこういうのは買ったことないですけどね、うん、難しいですね。これはまだもしかして社長のコレクションで買うかもしれない、社長が、うん、そうですね、昔野球やってたんで。お、いいですね。じゃあもうこれは難しい。難しいですよ。社長だったらどんぐらいで買うかなっていう。書きました。お、関さん、じゃあ関本さんの希望、はい、あ、でもまあ売り値ですよね。売り値、最低のラインはこっから。はい、お願いします。じゃん、高えな。高えな。課題評価。野球選手あるある、はい、よくあるわ。社長、この金額で買うよっていう金額をお願いします。書き直していいですか。ちなみに、さあ来い、いいですか、出しますよ。はい、じゃん。おお、よかった。そのポイントを、いや、もう一本しかないですし、ね、はいはいはい、そうなんです。うん、でもそのプロの野球の世界で、もうしかも日本シリーズですから、うん、はい、なかなかね、そこで打ったというバットで、しかもご本人さんが持ってきて、ご本人さんのメモがある。うん、はい。なるほど。というのを足していって、もう僕の感覚ですね。うん、はい。プライシングはそれぐらいだなっていう。うわあ。マネキュアの社長すごい。いや、すごいね。すごい。素敵。すごい。だからもう生活が苦しくなったもんって。なんか指輪持ってきたんですよ。でっかい指輪、何それ。見てもらいたいんですけど。でっかいじゃないですか。そうなんです。何ですか。あ、見たことありますか。何ですか。これ虎がいますよ、虎が。2003年と2005年の優勝リングなんですよ。やばいですね、これは。これめちゃくちゃルビーだったら やばいですよね。でも絶対ルビーです。これやばいかもしれない。お、そっち。チャンピオンズだから優勝したたっきじゃないですか。この時ルビー入ってる可能性ありますよね。ルビーの可能性あるね。じゃあ関さん、ルビーのチャンピオンズリングダイヤ付き、はい、お願いします。でん、うん、おお、社長が、うん、今どっちの表情なのか。さあ行きたいと思います。社長、はい、査定をお願いします。私の査定額は じゃじゃん。おお、高いわでも、うん、おお、高いわでも、うん、
海でもタイ産とかビルマ産ってあって、その産地で値段が変わるんですよ、専門的な話すると。これは多分ビルマ産なんで、いわゆるビルマ産って価値が高いです。あ、だから社長さっき言ってこれいいですねって言ったよ。そうです、多分これビルマ産なんで、まあ、それ前提でつけてます。うわ、関さん0円でもらったやつですよね。なあ、急患太っ腹やね。奥さんもどうします、やっちゃう、ね、売っちゃう、食べようか。はい、ということで査定終わりました。関さん、はい、どうでしたか。いや、僕ね、正直あんなに高く買い取ってくれるとは思ってなくて、もっとどっちかというと書いたやつも全部倍ぐらいの気持ちで書いてんのよ、うん、その上行ってたもんね。気持ちなんか僕らの想像超えてました、ね、超えてた。せっかくこう見てくれてる視聴者の方に、はい、何かこうちょっとこう、はい、やってもらいたいなというところがあるんですよ。やります。いいんですか。やります。え、何やってくれるんですか。オープン記念をやります。おお、8月の末まで、はい、うん、の期限で、うん、オープン価格プラスアルファ、水の価格をプラスでオンします。スペシャルプライスで、ここの店舗だけで、マネキュア全店で。おお、いいんですか、そんなこと言っちゃって。いいんですか、ちゃんとトラバン見たよって言ってください。あ、なるほどなるほど、言っていただければ。でプラス、あの関さんのチャンピオンズリングもつけましょう。まあ、つけちゃう、つけちゃう、ルビーのやつつけちゃう、つけちゃう。はい、どうでした、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、で皆さんもね、はい、あのお家に眠っている金宝石ブランド品などがあれば、うん、マネキュアさんに持ってきてください。ありがとうございました。みんなお金大好きね。